皆さん、こんにちは。シュークリメチャンネル、クリムラオでございます。いかがお過ごしでしょうか。世の中、新型コロナウイルスで結構大変なことになってきています。写真はですね、先日開催されました、明治神宮外苑クリテリウム。大学生の学連の、まあ、年間シリーズ戦の、ね、最終戦に設定されておりまして、非常に東京都内の、ね、中心部、いい立地で開催されるレースなんですが、さすがに今年は少しお客さんも少なめでした。 まあ仕方ないですけどもあの、イベントがどんどんね、世の中で、えー、中止、延期になっているというところで、ま,あ、まだまだ世界的にこう不透明な部分、そして、えー、広がり見せてるという、ですね、まあ、かなりこう今後ね、その経済的な部分を含めて影響が、えー、中期的にも、ね、出てくるのかななんていう状況になっております。 あの自転車レースはですね、まあ、屋外で開催されますので、人と人との距離がねあの比較的空いているスポーツなんですけども、とはいえ、やはりこう人が集まるという状況にもつながりますので、まあ、今後どこまでスポーツイベントというものが、ねえー、制限されていくのか、まあ、もちろんあの世の中全体で考えるとねスポーツイベントのことだけ考えていればいいというわけではないんですけども、 直近は、やはりね、我々が、我々というかね、私自身も仕事を通じて、まあ、まず一番近くにあるのはこのスポーツイベントということですので、まあ、どうこうか気になるところです。で現在あの、ね、やはり日本での感染者数が多いので、あの海外から日本に来るというとこの意識が少しこう、だいぶ低下してますのでね、まあ、そのあたりも影響出るのかなという感じがします。 ツアー・ジャパンに関しましては5月中旬開幕ですのでまだもう少しこう,こう時間的にね状況を、まあ、モニタリングする余裕というかねはあるんですけども、まあ、とはいえやはり4月ぐらいにはある程度固めていかないといけないかなというところがありますので、まあ、やはり、えー、3月の、まあ、状況ですよねというのがツアー・ジャパンの開催にもですね 気にななってくるかなとあとやはりまあちょっと注目というかですね他のスポーツイベントの開催動向開催あと内容ですよねこの辺りもしっかりと見ていかなければいけないなと思います、まあ、国内でいきますとまずツールド栃木が3月下旬に開催されますので、えー、また GBCF のねロードシリーズ、まあ、この学生のレースなんかもそうですけどもあの 延期されたり中止になるイベントがある一方で、まあ、予定通り開催しているイベントがあるというところで、えー、先日、厚労省からガイドラインが出されましたけども、あくまでもまあ主催者側の判断に任せると、まあ、基本的にはあの、えー、まあ自粛できるものは自粛すると、延期、ね、中止できるものはしてほしいという、まあ、どちらかというとこう、明確なものではなくてです、ね、主催者側の判断に委ねるという内容のガイドラインが出されました。 まあそこには、室内でね、人の距離が近いものに関しては、やはり自粛というふうに書いておりましたので、まあ、屋外型のものに関してはね、特に言及はされてないんですけども、まあ、とはいえ、開催した、開催する側に任せるよという内容ですのでね、ま,あ、まだまだ油断を許さない状況かなと、まあ、当然、未知のウイルスですのでね、 まずはあの感染拡大しないところを優先に、ね、考えていかなければいけないなという思いでございます。えということで、本日は、まあ、そんなちょっと重い入りからなんですけども、えー、お題としてはですね、栗村治のワールドツアーへの道で、えー、アップしました2月4日の記事ですね、リモートワークというお題でアップいたしました。 まあ2月4日ですからすでに新型コロナウイルスもですねかなりニュースになっていたタイミングです。でまあ今あの国内のね企業でもかなりリモートワークというものを積極的に取り入れている会社さんもありますので、まあ、この辺が、まあ、職種だったりとかあとまあまあもともとね、えー テクノロジー系の会社であれば、もうリモートワークというものが自社サービスだったりとかでね取り入れているというところもあって、すぐにこう全社員リモートワークみたいなねところも大胆なものを打ち出しているところもあります。一方で、まあ、リモートワークなかなか取り入れられませんみたいな、ね、団体さんも多いと思います。ツアーブジャパンに関しましては、あのこれ、ちょっと写真は、ね、関係ないというか関係ないんですけど、まあ、NTN 様がね、 2020年大会も冠競争になりましたというところでちょっと使った写真なんですがツアーブジャパンももともとリモートワークというかそういう概念がすごく大事だなと思うそんな大会そんな仕事でしたというのはあの大会事務局はですね東京目黒にある自転車普及協会の中に置かれていて私もそこに通勤してるんですがあの、まあ、全8ステージあってで まあ、各遠隔というか遠距離遠く,遠くにある自治体さんだったり、まあ、実行委員会さんとのやり取りが多いので、まあ、先日もあのステージ全体会議ということで、まあ、目黒の方に、まあ、年に2回だけなんですけどもね、えー、関係者の多くがおにお集まりいただいて情報共有する会を開催したんですけども、まあ、こういったものもですね、まあ、そのテレワークというか、えーまあ、テレカンとも言いますけどもね、えー テレフフォンカンンカァレレスですかね、はいあのまあ、テレビ会議とも言う,言うと思うんですけども、まあ、そういったものを取り入れながら、まあ、遠隔にいつつこう遠隔の状態で情報共有を、ね、していく仕組みっていうのはツアープジャパンにとってすごく有益だなというふうに考えてましたですので、まあ、少しずつ我々の中でもそういったものを取り入れながら進めていきたいなと思ってますで私自身ですねもともと自転車チームの監督選手でしたので もうとにかくいろんなところ飛び回ってるそんな生活をしてましたのでもともとテレワーク的なあの正社員とかあの事務所に週一か通うという感じではなかったのでまあリモートワークテレワークというもののまあ発想はねありましたのでまあそういったものをツアー・オブ・ジャパンに取り入れ,られていけたらなと思いつつもですねまああの今ちょうど世の中こういう状態になってますのでなんかね我々の 周囲でもですねリモートワークというものについてちょっと考えていかなきゃなというふうに考えていますで、まあ、そんな中で今回ちょっとリモートワークというもの、えー、まあ私なんかよりもね、えー、詳しい方実践してされている方多いと思うので今更なのかもしれませんがちょっとまとめてみました、えー、まずリモートワークですけども,もうこれ本当改めてなんですが概念でいくと在籍する会社や団体などのオフィスに出社せず自宅やレンタルオフィスなど 会社から離れた、かっこリモート場所で業務を遂行する勤務形態。これまでのテレワークや、いわゆる在宅勤務を呼びか呼びかえるケースが増えているということで、リモートワークという言い方が今風な言い方ということですよね。で、まあ、今、我々がちょっとこう、身近で使っているものをっていきますと、まあ、こちらはもう多くの方も使っていると思いますが、まずビジネスチャットをですね、まあ、チャット 系の連絡ツールというと、やはり LINE が非常におなじみですけども、まあ、LINE を仕事で、まあ、グループチャットを、ね、作って、ね、LINE を仕事で使っている方も多いんじゃないかなと思いますし、またあのビジネス向けの、ね、LINE のサービスがかまると思いますで。我々はですね、今、えーまあ、あと世の中でいくと、このビジネスチャットっていくと、えー、Slack という、まあ、アメリカのサービスですよね。 これがどうでしょうね、一番世界的には進んでるんですかね。あと、まあ、Facebook のメッセンジャーも結構ビジネスで使ってる方多いと思いますけども、でまあ、私自身、スラックはがっつり使ったことないんですけども、まあ、LINE だったり、えー、Facebook のメッセンジャーなんかを、まあ、仕事で、こうグループでね、使ったことありますが、まあ、これ個人的にいろいろ皆さんね、 え考え方あると思いますまたあの使うシチュエーションにも,にもよると思うんですけどちょっと LINE とねメッセンジャーやはりビジネスでこう情報量が増えてきて人が増えるとあのまあ見落としとかまああの結構あと見にくいですよね。なのであの特に PC で見るときもそうですけどもまああの使いこなせてないだけなのかもしれませんが。 今、私はチャットワークという日本の,、まあこのね、ビジネスチャットのサービスを使っていますが、まあ、どちらにしてもやはりチャット形式なので、細かいあの、こう書きましたメールと、ね、違ってチャット形式だと案件ごとにチャットルームが存在します。もちろんメールも、えー、まあ,あ、題名とかね、そういったもので、まあ、こう、区分けして、まあ、チャットルーム的に使うことは使えると思うんですけど、やはり、まあ、特化してないのでね、メール、 ああくままででででももももちょっと古いアナログ的なものでもありますのりすすこれ重要ですよね文字も標準装備となっており、まあ、ビジネスで文字使うのをどうなんだっていう方いらっしゃると思いますけどやはりあの文字系のまあコミュニケーションっていうのはこう声とか表情がね伝わりませんので結構ドライな人のメールだとこの人怒ってんのかなとかこの人はね攻撃してきてんのかなって思う時がまあ 人によってね、受け方が本当に違いますから、文字の使い方って人によって違うので、全然柔らかく書いてるつもりでも、受け手にとっては全然、ね、柔らかくなかったりとか。僕もメールとか、まあ、チャットもそうですけど、ちょっとこう、オーバーなぐらい丁寧に書いた方が、まあ、問題が起きにくいということがあるので、やはり文字量が多くなってしまうんですね。で、まあ、絵文字は標準装備していると、まあ、そもそもまず時間の短縮になりますよね。文字打たなくていいですし。 あとはまあ感情が伝わりやすいということで、うん、やっぱそのビジネスチャットの絵文字っていうのはすごく重要だなと思います。はい。少ない文章でポジティブな、特にポジティブなね、感情を伝えやすい。まあ、ネガティブな感情を <laughs> 伝えるのはもう、文字で伝えると、これはゴングというか、絶対悪いね、空気になりますから、まあ、やはり、ちょっと重めのコミュニケーションとるときは、会って話すのが一番いい、もしくは電話で話すのがいいのかなという感じがします。 ちちょっと昭和のの人人間なんんね今の若い人たちは違うかもしれませんがである程度気心の知れたメンバー内でコンパクトかつ頻度の高い連絡ツールとしてはまあ便利ということでこれやはり情報量が増えてくるともう見落としになりますしあとチャットルームの中でも,もう案件でどんどん流れ出てしまうことも多いので、まあ、頻度の高いと書きましたけども本当に高すぎるともう収集というか追いついていかなくなりますから。 まあ伝える側も、やはりこうその辺を考えてね、やらないといけないということで、オフィス内での会話に近いツールかなと。ただやはりまあ便利ですね。メールとかだと、もう探すのが大変だったり、メールでチャット的な会話をする人が中にね、今までいましたけども、まあ迷惑でしたね、本当に。1行、2行のメールを送られてきても、もう本当にこう、大変だったので。 まあそういった方とのやり取りはこういうビジネスチャットがいいのかなという感じがしますし、まあ、オフィス内での会話に近いので、まあ、リモートワークというものにすぐにこう移行しやすいかなという感じがしますそして最近非常に多機能になってきたのがビデオ会議ですね、まあ、今無料で結構多機能なツールがたくさんありますでもうそのパソコンの画面をこう録画録画というか、ね、映し出して話すこともできますので結構資料とかを見ながら話す のには適ししてますしなんか個人的な感覚ですけども、えー、普段まあ会って会議するときって結構緩くなっちゃうんですけどビデオ会議をやろうと思うと、まあ、ある程度あの無料ツールだとだいたい40分マックスみたいな感じなんですよねで40分超えると、えー、1回切ってもう1回再ログインみたいなで有料であといろいろまたねあの時間制限もなくなりますし、えー、まあ有料別に高くないの有料入ってもいいんですけどただなんかその 短い時間の中でちゃんと相手に何か伝えようと思うと、ある程度ちょっと下資料も作って、で時間も区切ってアジェンダ作ってってやるとあの、結果、効率のいい会議ができたりするんですよね。なので、まあ、ビデオ会議で行くと、えー、今私が使ったことあるのが、ズームと、あと、ウェク X ってやつですかね。はい。まあ,あの、同じような感じですけども、まあ、でも今、本当にこう、 大人数で途切れることなくですね、しっかりと、1回あの、1回というか、何回かありますけど、電車に乗りながら、こう、iPhone でね、AirPods、えー、Air 耳につけながら、ビデオ会議、参加したりもできますので、本当にどこにいてもね、えーまあ、自分でこう資料を広げてやるには、やはり自分がパソコン、PC 開いてないといけませんけどもね。 まあ、あの聞く側であれば本当にどこに行っても参加できるという意味では便利だなと。ですからこの、まあ、ビジネスチャットと、まあ、ビデオ会議ツールとあとはまあそうですねタスク管理がねこうオンラインでできていれば、まあ、正直もうそれでリモートワークって大体完結しちゃうなという感じはします。 でただあの会わなくていいかというとそんなことはないので、まあ、やはり会議だったりとか挨拶だったりとか、えー、そういったものは定期的にね必要だと思いますけどでも本当あの思うんですけど、まあ、事務所に出社出勤しても、まあ、ほとんど人と、まあ、会議がね入ってない日っていうのもたまにありますのでほとんど人と話さずに、まあ、席について自分の仕事してで 退社するなんて日もありますから、そんな日って本当にこう出社してる意味あるのかなみたいな、これを僕のね、やはりそのチームとか選手側にいた人間の勝手な考え方かもしれませんけども、思う時があります。で、ただ、このリモートワークをね導入するにあたって問題となりそうな内容、こちらですよね、オフィスに通って仕事をずっとされてきた方からするとですね、 まあどうしても集中して仕事ができないサボってしまうというところが発生すると思います。ですのでそういった勤怠管理や業務管理ですねこれをどうしていくのかというとこです。これもあのもう慣れですよね。私自身も,そのもうどこに行っても仕事をする生き方をしてきたのでサボるという概念があまりないというかサボれば自分に帰ってきますしうんそうですねまあ,あ,あサボるって サボるって何だろうっていう感じしちゃうところがあるんですけどもねまあ集中して仕事ができないというのはなんとなく、えー、分からなくもないんですが、うん、まあ、ね、その辺はでももう自己管理なんでしっかり朝起きて顔を洗って着替えて、えー、デスクの前に座って、まあ、人の目がないので違うことをやってしまうみたいなのあるでしょうね YouTube 見ていて 関連動画出てきて気が付いたら30分見ちゃってたみたいなねそういうことは送りにくいと思いますけどもまあでもいずれにしてもその辺もねあの自己管理というか慣れですよねと思いますあとはあ先ほどお話ししました、ね、やはりあの直接顔を合わせないので信頼関係ですよね、まあ、文字とかだけのやり取りだと本当にこう疎遠になったり 誤解というのがね生まれやすいですから、えー、今までも、まあ、自分自身もありますけども文字のやり取りでこうエキサイトしたりとか、えー、大喧嘩か始まった他の書道でも大喧嘩か始まったりとかっていうのは何度も見てきてますからねで会って話すと解決すぐ解決みたいなのはもうよ,よくあるあるもう世の中あるあるですけども、まあ、その辺がまあどうなっていくのかというところですねでちょっとここには書いてませんけども、まあ、下に書いてあるかな、えーまあ、やはりね リモートワークで非常に重要になるのは今この世の中のコロナウイルスとかそういう突発的な要因は除くとやはり生産性向上ができるかどうかだと思うんですよね生産性向上っていうのは投資に対するリターンということになりますので、まあ、まずは投資っていうと人件費ですよねそれぞれ僕もそうですけども対価をもらって仕事をしてますからその給料に見合った仕事成果というのを挙げられているかどうか えー、ただこれも職種によってそのまあ,あ成果というものがはっきりと分かるものもあれば、まあ、そうじゃない、えーまあ、一つの会社の中でもはっきりと成果というものがあの見える化されていると部署もあればそうじゃない部署もありますのでここがねすごく難しくてまたそこで人間のこの妬みそみみたいなのが生まれてあの人はどうとかこの人はどうだとか私は僕はこうだみたいな話になってきて、まあ、ぐちゃぐちゃになると。 いうところもあると思うんですけども、た、ま、だその、まあ、リモートワークを導入して全体的に費用対効果の、まあ、効果という判定の仕方がまあ難しいという今話だったんですが、ただその、効果が下がってしまうんだったら、やる意味はないですよね。だからまあ、このあたりも、まあ、年代だったり、業種だったりによって変わってくるのかなという感じがします。まあ、とはいえ、の、ツアーブジャパンに関しては、やはりね、広域を。 ステークホルダーの皆さんともに広がっておりますのでま,あまず、事務局の中というよりかはまあ全体をこう情報共有という意味ではねリモートワークの概念というのは非常に有益になってくるかなと思いますしまたあのまあ頑張ってフルリモートワークをするのではなくてまずはね始められるところセミリモートワークみたいなところが導入もありかなという感じがします。 あ特にあの自転車関係のね我々仕事でもありますのでやっぱりこう日常的に自転車乗れる環境っていうのはね作りたいなって日々思いますあのまあ一般的な事務所だとね9時出社まあ、えー、5時半6時まで働くみたいなところがまあ一般的な勤務体系だと思いますけどもまあその時間だと、まあ、通勤でもちろんね自転車使えばいいんですがただ自転車通勤もね本当に都心になるとうん まあ、自己リスクだったりとか、まあ、あと信号も多いですしね、まあ、なかなかあの、えー、余計ストレスがかかるみたいなところもリスクも上がるみたいなところもあると思いますのでこう、まあ、簡単に取り入れるのが、ね、難しい側面はあると思います、えー、ですのであの、まあ、リモートワークというのはそういった環境下で例えばね、まあ、午前中こう自転車に乗ってノート PC 持ってね、えー 自転車に乗るとこことで見えてくるものってそのたくさんありますからまその中でこう出先でちょっとノート PC 開いて仕事をしつつ自転車に乗ってま街を見るみたいなねところは本当にやれたらいいなっていうふうに思いますしまあなんかそういった意味ではねセミリモートワークもいいかなと思いますただ今本当直近世の中がね結構大変なことになっておりますのでだいぶこれでリモートワークがあの世の中的に進むのかなと いう感じもしております、はい、ということで、まあ、今、ツアー・ブ・ジャパン、えー、開催に向けて粛々と準備を進めておりますが、なかなか自分たちの力ではどうにもできない、ちょっとね、新型コロナウイルスというものも、えー、今、対,対策、対応というかね、もうせまあ、直近迫られているわけではないんですけども、ね、大きな課題として目の前にこうそびえ立ってますので。 まあ、あの安全を第一にですね、えー、精神的にも結構我々もこう追い込まれるというか、えー、不安もたくさんある状況ですけども、まあ、また落ち着いてね平穏な世の中が戻った時のことをしっかりと見据えながら努力を続けていきたいというふうに思いますということで今回は栗村おのワールドツアーへの道ブログの中からリモートワーク というお題をお話しさせていただきました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。